今年は新年を迎える女屋の鐘を聞きながらこんなことを思い出してください西部総合は前天元日から営業西部総合は前天元日から営業 108つの煩悩が取り払われすっきりとした気持ちでガーン実からのご来店をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております西武そごうは全店ガーン実から営業です 総合クリエイディア佐々とおきさんとクリストモコでお届けしています。えー、J.W.E.B. 西部総合クリエイディオ、はい、今夜はまあ本年最後の放送ということで、いろいろと番組の中でも振り返りをしてきているんですけれども、おおきさんご自身のご活動としても、はい、あのまあデザイナーとしてではあるんですが、うん、今年はスイッチのインタビューですとか、ああね、アナザースカイも番組お出になってましたし。 それから課外授業、ようこそ先輩メディアにもねご出演があったりそこの辺またふだんと違うお仕事だったと思うんですけれども何かこう変わったこととか感想とかやっぱりスイッチインタビュー達人たちでしたっけあちらで暗殺教室の作家の松井さん松井ゆ生さんと出会ったのはすごく貴重な体験でしたね。 すそうなんですよ。神宮にで僕遅れてったんですよ3回ぐらいの途中で行ったらもう松井さんが汗ってびっちゃびちゃになってて、はい、片手にビールも入っ <laughs> て,て。はい いつもの松井さんでは違う感じだったんですけど。<laughs> でも、あの二人すごく、こう、馬が合うと言いますか。あの、そんなお話ぶりでしたね。ねそうですね、うんで。ラジオのゲストも来ていただいたり。そうですよね。あれ。はい、あのデスク頼まれていて。あ、うん、そうです。松井さんにプレゼンしなきゃいけない、ね。松井さんのデスク考えてほしいっていうオーダーがありましたね。確か,確かに、確かに。 あまたた一つ仕事思い出しました、ね、<laughs> ままねだ今年やることありましたねいろいろそういう形でいうといくつ一体デザインを手がけたのかっていう話ですよ <laughs> あいくつやったかですよね,ね週に23回ぐらいプレゼンしていて1回のプレゼン大体いい3案ぐらい<ー>ってことは6か950で,で,で300ぐらいですかそうでですかね300ぐらい年間でってことですね、うん た日, 1> 1日1デザインに近いですよね。すねうんしかもそれがなんて言うんですかなんかもうみんなが、はい、うおーーって崩れるようなものをそれだけお出しになってるわけですからね。いやーこれがよくインタビューで聞かれる質問で「どういう時にアイディアって浮かぶんですか?」ってよく聞かれるんですよ、はい、国内だけじゃなくて海外も。でそういう時によく答えてるのが、はい、あの本当にこう。

佐藤大貴って書いてあってなんというよやそんなこと言ったことがあるんですかいやいやデザインとはクソであるじゃなくてそういうトイレに行く感じと同じその生活のサイクルの中でっていう話をしてたんですよしてたのにそういうふうにまとめられたんですか要は一言で言うとデザインとはクソである佐藤大みたいな書いてあってちょっと誤解されますねそれねちょっとまずいまずいみたいな関係者の方がお叱り受けそうなそうですねそれあのカッ書きでちょっと訂正が必要ですよねそうですよねまあでもそういうことなんですねあのていうかまあ いつもいつもねデザインをなんか考えて一生懸命というよりは本当にコンスタントにおっしゃってましたもんねそういう話があった時に話してるうちになんか思い浮かんでまあ書いていくとあれですか私は例えばミラノサローネの時の固定年度の固定に行ってやはりこれまで聞いてり画像では知ってはいたんですけど深海のディープシーでしたっけいどどんん下にく にれて深い青の色になっていったりとか番組ではおっしゃってた眼鏡とかねちょっとヒンジないようなものとかいでこ状の棚とかもそうですけどやっぱり驚くものが多いんですけれども大木さんはご自分のに驚かないとは思うんですがでもこれは本当これは思いついたなってもう自分で褒めてあげたいっていうのはありますかあるもんんなですか でけたデザインでこれはっていうのはないんですけどそれこそ先ほどちょっと話冒頭であったあの課外授業をようこそ先輩あれで中学生の子たちに教えたんですけれどそれがすごい刺激を受けたというか結構感動しましまたね今のその学生さんたちがお題に対してどんなふうにっていうのを結構皆さん返してらっしゃったってことですかねそうですね。うん しかもああのまあ番組以内で映っていないところでやっていたこともいろいろ面白いことはありまして実はその子供たちも実は模型を作ってきてくれていたりとか,か今までそういう図画工作とかあんまり得意じゃないとか好きじゃない子たちが実際100均とか行ってプラスチックのコップをあの 加工ししたたりりグルーガンを使って取ってて取付けたりとかこれを佐藤さんに見てもらうって言ってみんなで模型作ってたりとかしていてう,ん、うん、うわすごいなっていうものづくりのこう原点にこうちょっと立ち返るような感覚があってもう一回やるかって言ったら多分もうやらないと思いますけど、うん、なかなか大変だとは伺いましたけれども、はいで,ね、でもそれだけ得るものもまあ今年はいやそうするとそういう機会でも面、ね、りましたね。そうですねまあ、来年も まあその子たちも、ね、来年じゃもっとデザインに興味を持ったり将来デザイナーになる子も生まれるかもしれないし<う>次につながっていく、ね、そうですねなるかもしれませんけどね、うん、まあ今年も本当に、まあ、幅広いとか数多いというともう言い切れないんですけれども、はい、この番組でもその中の本当に一握りをご紹介させていただいてきたと思うんですがまた来年もね、はい、いろいろと付き合わせてください。よよろろししししくくおお願願いいまますす